はい、皆さんこんにちは、渡り栗菱です。では今回は大戦力鉄コード旋風日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。一番最初にノモンハン事件を攻略したんですが、その続きとしてですね、今度はソ連モンゴル連合軍が再び国境沿いに侵攻してきたということで、それの撃退戦を行っていました。モンゴル軍は撃破したんですけども、残っているソ連軍、これがかなり強敵で手こずっているというのが現状です。まあ、なかなかこのまま戦局を好転させるのも難しいというところもあってですね、作戦を少し練り直したいと思います。主力部隊はモンゴルがいた部隊の跡地にいるんですけども、ここから正面突破するのは難しいので、おとり部隊を派遣していた、このね、マップの左側、ここを一つ攻略できる拠点ということにして攻め込んでいこうと思います。では早速部隊ですね、このおとり部隊の方から進行させていきます。まあ、当初想定していた戦いとはまたちょっと違う戦いにここでなっていきそうだなというふうに感じてますね。あとは戦車が特に弱いので、もう戦車はあまり作らずにですね、野戦砲と、あとは肉弾戦核の歩兵、これらをうまく駆使して、これに支援用として戦闘機配備して戦っていこうかなというふうに思っています。で、モンゴル軍を撃破したことによって満州軍もこの後前進してきてくれます。これリハーサルで確認しました。なので、その間はですね、とにかくこらえて戦力を温存させて、その後ですね、反転攻勢に移るという戦い方にしていきたいのと、今お話した通りマップの左側からの進行戦ですね、これも行っていきたいので、どちらにどう部隊を派遣していくかっていうのはね、ちょっとバランスを見ながら決めていきたいと思います。モンゴル軍を撃破するまでにリハーサルやり直しを含めて8時間ぐらいかかったんですけども、このソ連編もですね、リハーサルで2時間ぐらいプレイしたんですが、全く歯が立たなかったです。なので今こうやって実況プレイ撮ってるんですけども、これも流れてしまってお蔵入りしてまた撮り直しをするかもしれないかなというふうに思うんですが、できるだけそうならないように頑張りたいですね。20ターン以内に撃破するっていう、大勝利の条件を満たすのはかなり難しそうだなっていうのはもう覚悟してますね。まあ、事実上困難かなというふうには思っています。生産なんですけども、そろそろ補給車も必要になってくる頃合いになってます。なので補給車も生産して前線に配置、していくというのをやっていきましょう。まあ、歩兵はすごく優秀なんですけども、まあ、その歩兵がですね、どうしても消耗品にはなってきてしまうので、できるだけ消耗しないための壁となる、あるいは支援となる戦闘機ですね。これがどれだけ有料に使いこなせるかっていうところもね、大いに戦いに関わっていきますからね。さあ、では歩兵部隊ですね、破壊していきましょう。 BT7 がいますので、これを撃破しながら破壊していきます。さらに補給車なんかも、まあ、進行ルート上にいると邪魔ではありますので、これも同じく撃破しながらですね、進んでいきます。まあ、プレイしていた感想としてはですね、まあ、リハーサルですね、時間をかければかけるほど不利になるというのが分かりましたので、できるだけ時間をかけずに歩兵の足の速さ、ジャングルでの足の速さを活かしてですね、ゴリゴリ進んでいきます。まあ、日本軍は、まあ、残念ながら歩兵に頼らざるを得ない戦い方していくことになるかなと思いますね。補給車も前に出していきます。補給がそろそろ前線で必要になってくる、補給が十分にできなくなってくるというところ出てくるかなと思いますので、まあ、それ対策ですね。
戦闘機の数もできればもうちょっと増やしたいところです。ただそのためには前線で飛行場が欲しいので、前線で飛行場がどれだけ確保できるかというのをまあ見極めてからですね、そこは増やすかどうか決めていきましょう。では肉の壁となって歩兵部隊には進軍してもらいます。とにかく歩兵の数が必要になってくると思いますので、まあ、ここはですね、歩兵の量産、増産というものをしっかり行いながらの進軍になると思います。はい、では激戦を展開中ですが、なんとかここのね、激戦を攻略していきたいと思います。まあ、補給車なんかも派遣してですね、まあ、少ないながらも野戦砲で対抗しているというのが現状の戦い方になってますね。で今やどちらがおとりでどちらが主力かというのももう判別がつかないような状態になってはきているんですけども、まあ、そんな中でもですね、しっかりと進撃していくために増強しているものがあってですね、まずは航空戦力ですね。これはやっぱり増強が必要になってくるというところで改めて増やしています。ただ航空機も97式の戦闘機というところもあってか、なかなか火力が出ていないところがありますので、まあ、ここをどうカバーするかっていうところが一つですね、キーポイントになりそうですね。あと、まあ、決して安くはないので、やっぱり、どれだけ撃破、撃墜されないで、まあ、この戦闘機を運用できるかっていうところにもポイントがかかってくるかなと、思っています。正面なんですが、ちょっとほころびが見えてきてるのかなという感じがしますね。なので正面突破という選択肢もまだ捨てずにいきます。なんとなくなんですが、この橋が渡れそうな、そんな局面作れそうです。ちょっと戦闘機部隊なんですが、ダメージが増えてるものが多くなってるので、まとまった数引き上げさせます。この間に敵にもしかしたら反撃の糸口を与えてしまうかもしれないなという懸念点はありますが、まあ、ここは無理はしないという選択肢を取ってみます。でここにある野戦砲ですね、この野戦砲を撃破できたら、もうちょっと野戦砲、ここにいる野戦砲を前に出したいなと思っていますので、まあ、ちょっとそのあたりも動きですね、確認をしていきたいかなと思いますね。はい、どうやらタイムオーバーですね。これはなかなかこの完全クリアというのが難しい戦いだったのかなというとこですね。まあシナリオ自体はこのまま次のステージに進行しそうです。敵の野戦砲陣地を突破するのがなかなかできなかったっていうのが一番の、まあ、このうまくいかない攻略のポイントになってしまいましたね。ちょっと次のステージはそのあたりも何かいいアイデア考えてプレイをしていきたいと思います。